皆さんこんにちは。今日は11月25日土曜日ということで、遊戯王の診断ターミナルワールドをサンボックス開封していきたいと思います。はい、ではまずワンボックス目から。パッケージ結構かっこいいですよね。はい、そう、遊戯王はプレイヤーではないのでちょっとよくわかりませんけれども、なんかインフェルノイドとか霊獣とかいうのがなんか強化されるパックだということらしいです。その辺はちょっとよくわからないですが、クロシクが当たればいいなという感じですね。さあどうでしょう。あ、来ました。あ、早速来ましたね。クォーターセンチュリーが早速来ましたよ。では何でしょうか、見ていきましょう。あ、白。白白白。いきますよ。よっ。お、氷結界の竜、トリシューラのクォーターセンチュリーシークレットレアが当たりました。ちょっと見えにくい、わかりにくいですけど。おー、やりましたね。これは結構いいんじゃないでしょうか。おー、やりました、やりました。ありがとうございます。はい、では、あと結果だけね、また後で見ていきましょう。残り2ボックスあるので、ちょっと開封していきます。はい、では2ボックス目。さあ、今回は1カート24ボックスで4枚のクォーターセンチュリーが入ってるということですので、まあどうでしょうか。まあ、先ほどね、トリシューが当たりましたので、なんかもう全部キラキラしてますね。全部キラキラしててもう分かりにくいな。はい。はいはい。ちょっとまた後で、はい、結果は最後にやりましょうね。はい。シクパラっていうシークレットパラレル仕様のカードが入っているということなので、まあ、それもちょっと注目ですね。さあどうでしょう。まあないですね。はい。はい、では駆け足ですか。3ボックス目。どうでしょうか。さあどうだ。なさそうですね。さあどうだ。まあ、クォーターはなさそうですね。ちょっと結果だけまとめていきましょう。では、ターミナルワールド3ボックスの開封結果、シークレット以上を見ていきましょう。はい、氷結界の、よりましのシークレットと、霊獣使いベンのシークレットですね。それからシクパラシークレットパラレルに、氷結界の竜グングニールが当たりました。ギラギラしてますね。それから、クォーターセンチュリーシークレットレアに、
氷結界の竜、トリシューラの、クォーターセンチュリーシークレットレアが足りました。まあ、3ボックスにしたら、非常にいい結果だったと思います。ということで、トリシューラ以外のカードを全て売ってターミナルワールドをもう9ボックス購入して開封をしてみました。その結果なんですが、これトップレアになるのかな、精霊獣使いレラのクォーターセンチュリーシークレットレアと、氷霊山の竜祖ランセアのクォーターセンチュリーシークレットレアが出ました。これで、氷結界の竜トリシューラと合わせて、3枚のクォーターセンチュリーシークレットレアが出たということになりますね。ハンカートンで3枚、まあいい結果じゃないでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。